ああ、家帰ってご飯食べようかな、普通の。アイデンティティ。お腹が空いたぞ。でもやることやっててやっぱやれんのってなんか不安になるよね。このままでいいのかなって。このままでいいっていうか何もできないじゃん、うん、なんか嫌だよね、そういう不安にさせられるの。自分で考えるって話でしょ。なんか自分で考えるっていう発言ただの逃げだよね。自分が教えられないし、そんな好きでね、生きてるさ、言うだけ言ってんの。なんか雑だよね。だから俺自分で仕事探せにしますって言ってんのに。何がスーパーバイト使えないの。本当使えない。普通はじゃあこうした方がいいよとか、何もできないと思うんだけどね。自分だけの個々のスキルが高いだけのものしかないと、ただのスーパーバイヤーじゃない。でこういうことが起きてしまうと、その土曜日になった総会とか見ると、うん、そのちゃ実はちゃんとしてくれてますっていうのは嘘だろって話になっちゃうんだよ。いやいや、やってないのにやってるみたいなこと言われても。ダメなんだよ。昭和からの乗り遅れた時事どもって、なんかもうだいぶ今ってさ、新卒くんとかもだいぶ変わってるじゃん、考えが。あのね、みんなね勘違いしてると思うけど、精神的に弱いんじゃだけじゃなくて賢いから逃げ道してんのよ。ただこうパワハラ受けるじゃん、うん、なんでこうやって耐える必要あるんだろうかって考えて別のとこに行っちゃうわけですよ。いろんな若いからまだ別にいいや。だからそういう風に長けてるのよ、情報が今。あ、いかないかな、避けてるからみんななんかすぐ勘違いなと思うんだよね。あの精神的に弱いよっていうのは毎回思うんだけど、弱いんだけじゃなく、弱いんじゃなくて賢いんだよって話。そんなね、辛い状態でも頑張ってやれる人の中にはいるけどさ、うん、で頑張りすぎた結果ただでうつ病を発症してしまうっていうのが最終的に。そうそうそう、自分の体験談でしかないけど、うん、頑張んなきゃよかったって。そうで、それでね、逃げ道を知ってるから、今の若い子ってみんなすぐ弱いから逃げるって言うんだけど全然違うから。なんかね、私は逃げ道がなかったから、うん、追い込まれて本当に毎日寝不足だったからね。まあね、